ね。このさ、ちょっと好きって言ってみてくんない？最近俺、お前に好きって言ってもらえてない気がする。なんか、俺ばっかり好きって言ってる気がしてならないんだけど。だから、好きって言って。ついた？ほら、覚えてないじゃん。今言って。自分で言ったじゃん。意識しないくらい。自然に好きって言えるんでしょ？じゃあ言ってよ。今でもすぐ言えるじゃん。違う。なんか違う。全然気持ちこもってない。なんかそんな、ああ好きですみたいな、俺は認めません。もっと気持ち込めて。じゃあ俺も言うからそれならいいでしょ。そうしよう。ね。いくよ。好きー。え？結構、なんて。違うって言うよ。いや、だから、勢いの中に思いもちゃんと込めてるって。待って。話おしまいにすんなって。じゃあ、俺が、すっごく気持ち込めて言ったら、お前も言ってくれる？ってか、言って。じゃあ、どんな風に言われたいか、なんかシチュエーションとか言って。そう。お前が決めていいから。ほら、何がいいの？ねえ、まだ決めらんないの？じゃあ、もうこの勝負は、お前の負けってことにする？ 勝負だったよ。俺はいつでも勝負のつもりでやってんの。じゃあ、俺が勝ったら、俺が決めたシチュエーションで、お前が俺に好きっていうのは、はい、ごちゃごちゃ言わない。よし。じゃあ、あと5秒で決められなかったら、お前の負けな。5、4、3。いいよ。本当にそれでいいの？
まあ大丈夫じゃないって言われてもやっちゃうけどね。はい、それではリクエストにお答えしてお聞きいただきましょう。俺のキスの前に言う全力バーン。なになになに、キャンセルは受け付けてません。はい、顔近づけて。雰囲気作りは大事でしょ。お互い気持ちを盛り上げていかないと。そうだな。本当にキスしちゃうかどうかは、その時の、まあ、俳優の気持ちというか、わかったわかった。しないしない。しない。そうや。キスなんか今までに普通にしたことある。なおさらそんな恥ずかしがる？ああ、はい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 。もう、黙って。キスの前って言ったじゃん。お前、キスの前そんなに喋る？静かにして。俺の気持ち。じゃあ次はお前の番。早くやってよ。お前の番だよ。何？俺の勝ち。ところでなんですけど、どうですかね。したくなった。